どっちから行くんだ。これはかなり飛ばしがいがありそうですよ。さあ、マリーナを過ぎて、これからギーザバンタっていう絶壁を目指したいと思います。国道335号線、ではない。行けんのかね、これ。ちょっと悩んで行くことにしました。道細。つらい。これは無理じゃん。細いとこ抜けてきましたが、車両通行止め。駐車場にレンタカー止めまして、向こうの方にダンパギータの、そそり立つ壁が見えます。こっちから入ってきました。で、こっから歩いて降りるっぽいんですけどね。まあ行ってみましょうか。ギーザが降りれるっぽいですね。でも気をつけていかないと。雪車探検モードになっております。ほら、降りれないよ。こんなとこ行けるはずもなく。どっちから行くんだ。あ、こっち。どっち。普通にこっちから行けそうです。あの右側のあれじゃないんだね。階段ちゃんとあんじゃん。よいしょ。 OKOK。行けそう、行けそう。お、すごい。これ何？すげえな、おい。これはかなり飛ばしがいがありそうですよ。で、下まで行かなくていい気もするんだかな。うわ、足滑らしそう。濡れてんのここだけだよね。よいしょ。大自然すぎる。よいしょ。もうすぐ立ってんのもきつい。水がですね、流れてる。今人が降りてるところがあそこですね。水が 1-2cm 流れてるんですけど、あそこがすごい滑りやすいのが危ない。で、どっちにしろ降りたところでドローン離陸ポイントがないんで、誰が言ったの？ないんで、私はですね、こっから離陸してみたいと思います。よし、離陸。
よし、行きます。もっと向こうですか？はい、わかりました。シュレーモン来ました。来年できんのこれ。来年整備して2024年。中にわらび餅入ってるの